さあ行け、トロピカルキック。言うこと聞いてよ。リーリエに負けていられない色と、おー、なんか急に。入った途端に。野生のダグトリューが飛び出してきた。おいしい、一気のっきりや。アローラのダグトリューは地面系とかじゃないんやっけ。効果抜群とか出んもんね。え、なんもない。水面が揺らめいている。ポケモンライドをしますか。ほい。ね、なんかあっこの岩さ、これ崩せそうじゃない？この辺。まあ、でも、ケンタロスでこの中に入ってはこれんけん崩せんのかな。え、でも、いや、やっぱり何もできない。あ、なんかおる、なんかおる。なんかっていうか。戦いの極意を求め、洞窟にこもっておりました。よろしければ愛するポケモンの相手をお願いしたい。どうもどうも。お願いされますよ。空手王のただしが勝負を仕掛けてきた。お、一匹だけか。徹底的に鍛えようやね、その子。怪力。さあ、来い。いけい。あ、でもここは何タイプ？飛行タイプがいいんかな。飛行タイプ、いない。ってことは、まあ、このままでいいかな。フェアリー、アロマミスト。はあ、もう言うことを聞いてくれない。てか、アロマミストって攻撃技じゃなかったよね。トロピカルキック。ああ。そう、ちょっとずつ削られていく。あ、でも向こうも反動によるダメージ受けよんか。リーフストーム。全然言うこと聞かんやないかい。もうあれやな、全体的にさ、レベルが高くなってきてしまったけん、今の私では言うことを聞くポケモンがすごく少ないんじゃないか。攻めるも守るも全ては自分次第か。私は徹底的に攻める方だけど、守りが薄いんだよね。相手に合わせる、自分を貫く。どちらも素晴らしい。大事なのは自分に向いているかどうかだな。この人はここまでラプラスできたんかな。あ、こっからやったらあれかな。違う違う。はっ。いいえ、壊せない。全くもって壊せなかった。じゃあここで、ポケモンライドをします。この先にも誰か。でもここから先行けんくない？頑丈そうな岩だ。ポケモンのパワーなら壊せるかも。サメ肌か。なるほどね。呼び出します。はっ。こういうことだ、こういう。ってことはその辺のも、ガンガン壊して、なんかあったよ、今。ちょっちょい。ポケモンライドします。今なんか落ちていたでしょ、ほら。星の砂を見つけた。あ、ちゃんとサメ肌に切り替わってるやん。何も落ちてないな。でもこの辺徹底的に壊してったらなんかあるはず。なんもないんかな。ここ空手王がおるだけとかそういうこと？よし、ここも。なんも落ちてないな。ね、何も落ちてないな。まあいいや、とりあえずこれで進んでいって。あ、こっち側にも。陸地、陸地。アユナは不思議な飴を見つけた。こっち側も行ける？あ、行ける行ける。ぐるっと回って戻ってくるんやね。お、びっくりした。釣りポイントか。ここさ、多分なんか、橋の上から見えよったとこやないかな。アユナはわざマシン35火炎放射を見つけた。とりあえずなんかいっぱい、アイテムがあった。それぐらいかな。さあ、これであとは戻っていったらいいんかな。これはさすがに壊せんのやろ。壊せんな。この何回も何回も切り替えるのめんどくさいね。よし。そうかそうか。水上の岩はサメ肌でいけると。まあそう覚えておけばよろしいわけね。ああ。出る直前に。とりあえず戻ってきたけど、どこへ行けばよろしいの？こっち行ける？ちげえわ。そっちじゃない。そっちは行けるの分かってる。あ、でもここまで出てくるってことは、こっちには行けないのね。あ、くそ。無駄に。もういいや、ここ突っ切ってやれ。どうせこの辺切り替えんかったらいけんやろ。よし。よし。じゃあ、ここから。この人戦ったよね。うん、オッケーオッケー。じゃあ次、こっちか。あなたたちの信じ合う心、余すところなく見せてごらんよ。見せてごらんよって言われても。見せてあげましょう。ベテラントレーナーの瞳が勝負を仕掛けてきた。お、3匹。さあ来い。お、ムーランド。今私が乗ってるやつじゃないか。ムーランドは何タイプ？ノーマルかな。ってことは格闘ってなんかおった？この辺全然違った。ファビゴンとか。違うね。あ、ここバンバドロ。まあ何タイプか勝手な予想やけどね、私の。いけ、バンバドロ。2匹ともライドポケモンやん。はあ、なんてこと。ルガルガンが引きずり出されたよ。まあじゃあルガルガンでいいよ。噛み砕け。ガシ。まあどっちにしてもね、レベルでご利用しできるからいいんだけど。あ、アマージョ。アマージョ一緒じゃないか、うちと。このままでいいや。さあ来い。ほら、のっきりややろ。よし、じゃあここで。Z パワー。ワールズエンドフォール。さあ行くよ。ルガルガン。ルガルガンは Z パワーを体にまとった。そして全力の Z 技、ワールズエンドフォール。てかさ、この辺でレベル上げしようって思ったんやけど、ルガルガンって普通に野生でも出てくるんやね。なんかこの間普通に出てきてちょっとびっくりした。おいし、次はクレッフィーを繰り出そうとしている。何クレッフィーって全然知らないんだけど。そのポケモン初めてなんだけど。え、鍵？名前からも想像がつかなかった。何タイプやろ？わからん。噛みつこうか。噛みつこうか。なんか鋼タイプとかそういう感じかな。噛みつけ。おお、ルガルガンレベル100にして半分よりは回したやけど、あんなに効かないものなの。岩石封じ。よし。でも効果今一つ。あ、なんか鍵がバラバラバラってなったけど。やるじゃないか。好きなんだよ、信じ合うポケモンとトレーナーが。なんか笑って初めてあれやね、ほうれい線が。ほうれい線が。さっきまでもうちょっと若く見えとったんやけど。お互いを信じることで財力を発揮できるのさ。お、そこのおじさんも。祭壇はもうすぐよ。だがな、簡単にはいかせねえ。お前の全力見せてみろ。祭壇はもうすぐよ、か。もうすぐよって言ったらなんかちょっとオカマっぽい感じに。ベテラントレーナーのエイジが勝負を仕掛けてきた。お、ポケモン多いな。グランブル。グランブルは、フェアリー、悪やったっけ？フェアリーと悪ってなんか正反対っぽい感じやけど。さあ、ここは、何で行けばよろしい？まあ、いいか。草 Z。ブルームシャインエクストラ。うわ、全然言うこと聞いてくれない。やっぱ特に人からもらったポケモンやけんってことか。お、またしても。ルガルガン災難だね。よし、じゃあここは、ストーンエッジ。いけい。はい、一発。さあ次は、お、ゴローニャ。ゴローニャということは、アシレーヌで行こう。おいで、アシレーヌ。いっけー、アシレーヌ。よし。来来たよ来たよ。あー、やっぱり可愛くない。なんであんなにヒゲが生えてるんだなんであんなにヒゲが生えてるんだ。歌方のアリアねえ、もともと超可愛いのに、どういう基準なんやろうね、アローラ地方のポケモンのこういう絵の違いというか。お、バンバドロがレベル89に上がった。お、ゲンガーゲンガー、いやこのままでいこう。ゲンガーは普通にゴーストタイプだけ？悪とかも入っとるかな。よし、アシレーヌ、ムーンフォース。いけー。効果は今一つ。だが一発。ゴリ押しというやつだね。お、パルシェン。パルシェンとか久々。よし、ピカチュウで。入れ替える。ね。ここでは初めて出てくるんじゃない？お、パルシェンを繰り出した。おー、懐かしの。よし、ここは。Z パワー。必殺のピカチュウとでいくよ。さあ、ご一緒に。いいね、いいね。手が短いけん頭に届いてないっていうね。さあ、来い。必殺のピカチュウとはい一発、効果は抜群だ。あ、パルシェンって後ろなんか尻尾みたいなのついとんや。尻尾というか尾っぽというかね、初めて知ったんだけど。なんて全力だ。負けを認めるしかねえな。そしてここまで来たらさ、もうなんか相手からがっつりお金取るよね行きな、行きたいところに。ポケモンと全力を出し合えば行けないところなんてないんだぜ。かっこいいね。行ってきます。この奥に祭壇があるってことかな。はあ、はあ、すみません。私走るの苦手で。ふう。アイナさん、そろそろ祭壇ですね。アマージュさん、元気にしますね。ありがとう。ちょっとね、体力的にっていうよりは、技のね、PP が少なくなってきたなとは思いよったよね。ポケモンさんが元気ですと、トレーナーさんも生きる世界がどこまでも広がりますね。まあね、ライドポケモンとかにもいろいろ連れてってもらうから。ポリの大峡谷にも、大試練があるの？私、一休みです。はぁ、ゴールドスプレー足りますよね。さあ、それはわからないけど。お、なになになに？古びた先にうっすらと文字が刻まれている。この先、試練の土地なり。試練に挑まぬ者、立ち入ること許さず。途中守る主に打ち勝つ勇気を持たぬ者、入ることあたわず。ポケモンを信じ、共に歩む者、力を授けん。と刻まれている。キャプテンはいないが、この先試練の土地のようだ。試練に挑みますか？挑みます。キャプテンいないの？おお、試練開始してしまった。ポリの大峡谷の試練、イリマの試練に似てるの？似てるろ？イリマっていうのは一番最初のやったかな。突き刺すような何者かの視線を感じる。え、別に写真写すわけじゃないんやろ？何あれ。何うわ、なんか飛んできた。鳥ポケモン？え、全然違う。え、ほら、なんか一番最初のと一緒なんですけど。ジャラコだよ、ジャラコ。え、ってこと、ん全体的に一緒なのか？サイケトロピカルキック。ただ単にレベルが上がっただけで一番最初と一緒ってこと？てか、あの中にあるのは、先ほどよりも鋭く突き刺す視線を感じる。アイテムが落ちたのか。アイナは技マシーンにドラゴンクローを見つけた。最初なんか試練に関係あるものがあるんかと思っとった。これは関係ないんか。うわ、また来た。またジャラコですか？あれ？もうすでにジャランゴが。ジャランゴじゃないの？ん？違う。ジャランゴさあ行け、トロピカルキック。言うこと聞いてよ。今試練中なのよ、試練中。てかこれさ、キャプテンおらんのに誰が認めてくれるんやろ。試練達成とかポケモンたち本人かな。よし、オッケー。これまでにないほど鋭く突き刺す視線を感じる。これは別に何でもないということか。うん、なさそうだね。なんかキラキラ光るんやけど。これ。ジェットクリスタル？このまま台座にあるジェットクリスタルを手に入れますか。ほい。お。ん何これ。じゃらじゃらんじゃん。これはさらに進化系ってこと？うわぁ。主のジャラランガが勝負を仕掛けてきた。あ、2段階じゃなくて3段階あるんや。主のジャラランガはオーラをもとに能力が上がった。なるほど、勝手に私2段階なんやと思っとったんやけど。3段階目があるのね。よし。リーフストーム。いや、ここは、Z 技でいこう。スカイアッパー、うわ。うわぁ、仲間まで呼ぶし。誰か来るの？いや、さすがに主の言うことやけん、誰か来るよね。よし、じゃあ先にジャランゴやっつけとこう。トロピカルキックで。いけ、トロピカルキック。はい、一発。この子何タイプやったっけな。よし。ここで Z パワー。ブルームシャインエクストラ。さあ、じゃららん、うわぁ、知らんぷりすんなし、ここで。おう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 、じわじわ来るよ、じわじわと。さあ、来い。うわ、すげえ、なんかかっこいいね。かっこいいね、防御まで。うわ、ちょい。何寝てんだよ、おい。何寝てんだよ。目つぶってんじゃねえよ。起きて起きて。それは体力回復するの？いや別に体力を回復するわけでもなさそうだ。起きろよおい。殴られてるぞ。くそ、ここはちょっとポケモン入れ替えようか。相手が何タイプだかよくわかんないんだけど、アッシュレーヌで言ったら、あ、わからねえ。戦ったことないけんわからんのか。よし、行け。のっきりはちょっと交代。立ったまま寝るとかいう器用なことをしてる場合じゃないよ。よし。さあ、行くよ。アシレーヌ、ハイドロポンプ。お、ちゃんとこっち向くんやね、空いてる。くそ、一発じゃなかったか。飛行タイプかな？なんか普通に、空から飛んできたもんね。飛行タイプなような気が。ハッサムとか現れたんですけど。なぜハッサムだよ。ちょ、待って、ピカチュウで行こう、ピカチュウで。さあ、試練の交代。いっけ、ピカチュウ。うおー。あー、ピカチュウが。あ、まひったね。よし、ここで。ピカチュウが結構なダメージを受けてしまったんだけど。どうしましょう。ハッサムに、10万ボルト。あ、女の子なのね。かっこいいいでたちしてるけど。よし、オッケー。さあ、ここで。よくかわした。よし、ここで必殺のピカチュウとで、決めよう。いくよ、ピカチュウ。効果がないようだとかならんよね。岩タイプとか地面タイプとかじゃないよね。大丈夫よね。さあ、いくよ。全力の Z 技。必殺のピカチュウと。いけー。どうよ。いやー、効果今一つ。まあ、倒したけど。よし、オッケー。これってお手入れで起こすこともできるんかな。あ、ほらほら。めっちゃうとうとなりよりやん。こういう場合はこれでよろしいの？さあさあ、ほら、治って治って。起きて起きて。起きて起きて。あ、なんか全然変わってないっぽいね。これじゃないんか。ということは何？どれ？この辺、汚れだね。砂ぼこり。ん？いや、やっぱりこれか。状態異常。あ、起きたわ。起きたわ。おはよう。クスクスクスとか笑ってる場合じゃないからね。ジャラランが峡谷の奥に姿を消した。よし、これでゲットか。ポーズは一体誰が教えてくれるの？教えてくれる人おらんくね。ねえ。試練達成。何 Z？ これ。飛行？いやでも、効果今一つだったけん飛行じゃない。お、アユナはドラゴンタイプの Z クリスタル、ドラゴン Z を手に入れた。ドラゴンか。試練達成、先に進もうろと。イエーイ。達成したよ。あ、この先に行く場所があるんやね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。